ゼンツ一番は誰だ無茶ぶりアクションを決定戦。さあこれから無茶ぶりなお題が3つ出されます。私の3、2、1どうぞのカウントダウンの後でアクションしてください。チャレンジしたい方は積極的に手を振ってくださいね。一番目立った一人はキリン一番絞りワンケースとタイガースグッズをプレゼントします。欲しい。ウルトラの夏最終日ということで空気階段のお二人にも参加していただきます。よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。さあ始めていきましょう。まず最初のお題はこちら。あなた史上最高に可愛いポーズ。さあできるという方誰がやってくれますか。あなたし、あ、じゃあ今マスクをして振っていただいてるあなたにやっていただき、あなたです。はい、わかりましたね。じゃあカウントダウンしますよ。3、2、1、どうぞ。いやいや、最後なんでガッツポーズ出ました。拍手を送りましょう。ありがとうございます。では続いてのお題はこちら。いや難しい。いやいや私の方が可愛いポーズ難しい。はい、先ほどの方を上回ってください。じゃあ あなたですってあなたですって。おあなたです。私あなたです。いやまだです、まだです。カウントダウンします。3、2、1どうぞ。あらいやいや一緒のポーズ、最後一緒のポーズ。ありがとうございます。大きな拍手を送りましょう。かわいい。では3つ目のお題はこちら。いやいやいや私の方がかわいいポーズできるという方、じゃあこのピンクのタオルを掲げているあなたにお願いします。カウントダウンします。3、2、1どうぞ。あら最後知ってる。足した、足しました。大きな拍手を送りましょう。せっかく空気階段のお二人にも来ていただいてますんで無茶振りしてみましょう。お題はこちら。ちょっと待って、私の方が可愛いポーズを空気階段のお二人にしていただきます。考える暇はありません。3、2、1どうぞ。いや僕らさん何のポーズですか。シロキオです。かたまりさんはリマリアです。ありがとうございます。拍手を送りましょう。無茶ぶりに答えていただいてありがとうございます。さあ今日の無茶ぶりアクションに輝いたのはビジョンに当たっている最後のあなたです。おめでとうございます。商品の渡しは球場6号門横窓口で行います。試合終了後30分以内にお越しください。おめでとうございました。そして盛り上げていただいた空気階段のお二人もありがとうございました。ありがとうございました。さあみんなもキリン一番搾りを飲んで勝利を願おう。